お久しぶりです。今日は休みなんですけれども、今日これから教育保育給付認定申請書兼保育施設利用申し込み書を取りに行こうと思ってます。はい、来年のね、保育園に入るためのやつですね。まあもうやることないんでね、とりあえずギター弾いてますね。これブランキージェットシティ弾いてますね。練習してるんですよ最近、ブランキージェットシティ。かっこいいですよね、浅井健一。そういえば姉がご主人様を動物園に連れてったみたいで、その動画が送られてきて、それがね、もうめっちゃ可愛かったんでね、ぜひ見てもらいたいですね。とりあえずそれが終わったら、教育保育給付認定申請書兼保育施設利用申し。かわいいですね。なんかタラちゃんみたいな髪型にされてますけどね。姉はね、ツーブロックって言ってましたけどね。これはもう完全にタラちゃんですね。いやーかわいい。嬉しそうだな。めちゃくちゃかわいいですね。横から見たら完全にタラちゃんですね、これ。おー、タラちゃん走ってますね。はい、かわいい。あれ、これはあれですかね、僕ですかね。これ遠く離れた地でご主人様を見守る僕がいましたね今。あ、僕ですねこれ。これ僕ですね、向こうにいるのは。悲しいですね、この距離、この届きそうで届かない距離をね、今僕たちのこの現状と重ねてしまいますね。僕ですねこれ。いや僕ですね、また来ました、僕が。そういえばこの前夜道で僕の前に女性が歩いていたんですけれども、その人がね、またもう背も高くて結構手足もスラッと長い人で、僕はそれを見てね、あ、シジマールみたいだなーって思いながら歩いてたんですよ。あ、シジマール懐かしいなーと思って。そしたらそのシジマールと僕の帰り道が一緒だったのかわかんないですけど、もうずっと僕が後ろをつけていく形になってしまって、そのシジマールがちょっと僕のことをね、パッて見たんですよね。そのちょっと警戒してるというか、なんかずっとつけてきてないみたいな感じで見られて、ああいう時って本当にどうしたらいいかわかんないんですよね。追い抜くために早足になるのもおかしいし、かといってなんかすごいね、絶妙な速度やったんで、距離を離すのも難しくて、あれ本当にね、結構男性の人って気使ってますよね、あの辺。あんまりなんかね、付け回してるようにね、思われたくなくて、僕もね、シジマールのことが大好きだっただけにね、嫌でしたね。シジマールだけには嫌われたくないんですけれどもね、めっちゃいい選手でしたね。はい、着きました。待ってますねこれ。これ本当に子供がいっぱいでね、めっちゃ可愛かったですね。もう本当に可愛かった、子供ばっかりで、すごい可愛い。はい、ゲットしました。何でしたっけ、なんとかなんとかなんとか剣なんとかなんとかをね、ゲットしましたよ。いやー、これで一歩前進ですね。来年の保育園に向けてちょっとね、ちょっとずつちょっと固めていきたいですね、基盤を。とりあえず帰ったら、ちょっと清水エスパルスのシジマールの試合をね、見ようかなって思います。じゃあおやすみなさい。